桐谷美玲は三浦翔平に迫られたら耐えられず、チャラすぎ、無理、と距離を置いていた。それでもドラマスタッフを交えて連日のようにご飯に行っていたら、徐々にスタッフの時間が合わなくなってしまい、二人で会うようになってしまっていたことで、気づいたら交際して結婚までしていた。人気を博したら大学生活との両立が難しくなった際には、休学することを決意していた。それでも高卒になったらどうしよう、と悩んでしまった際には、そんな自分が悔しくてどうしようもなくなってしまったら、家で、大学は絶対卒業するぞ、と絶叫して、7年かけて大学を卒業していた。テレビで女性キャスターに都合しした際に、本気で悶絶している姿を見たことで興奮を覚えてしまったら、周囲から美玲様と呼ばれるようになって、なんだか恥ずかしくなっていた。楽屋に置かれたお弁当やお菓子は持ち帰るほど食べるのが好きで、テレビで、唐揚げを愛してる、と連呼していたら、日本唐揚げ協会からベスト唐揚げニストを受賞されていた。